皆さんは日本の川が世界の人々を驚かせていることを知っていますか？日本への外国人旅行者が日本の川を見て、これは地球にあっていいものではないと答えるほど、見た人に衝撃を与えているようです。日本と海外の川には一体どんな違いがあるのでしょうか？そしてなぜその違いが生まれたのでしょうか？日本の川を見た外国人旅行者は希望をも抱くことがあるそうです。それでは彼らは一体何を目にしたのか、早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。今回は日本の川のある光景を目撃して衝撃を受けたというインドネシア人男性のお話を紹介します。彼がその光景を見た時、これまでの価値観が変わるほどの衝撃を受けたそうです。一体彼が見た川はどんな光景だったのでしょうか？インドネシア出身の25歳ピーターさんは、日本で生活している姉のムバフさんに会うために来日します。ムバフさんは日本で働き始めて6年ほど経過しており、日本での生活のしやすさや日本人の誠実さを家族にたびたび話していました。それを聞いたピーターさんは、初めての海外旅行先として日本を選びました。日本を訪れたピーターさんは、まずムバフさんに会うために横浜に行き、ムバフさんと一緒に観光を楽しむことにしました。ピーターさんは、日本に旅行するのが決まった時から横浜について調べていたそうで、横浜の伝統的な建物と新しい観光スポットを満喫したいと話していました。実際に横浜の街を歩いていると、写真で見てきた景色よりも綺麗な横浜特有の雰囲気に包まれた彼は興奮を隠しきれずにいました。ピーターさんが街を歩いてみて最初に感動したのが、どこを見ても清潔感であふれていることです。街の道路にはゴミがほとんど落ちておらず、他にも今まで経験したことのないトイレの清潔さにはとても嬉しくなったそうです。日本の道路にはゴミ箱が必ず設置されているわけではないにもかかわらず、街がきれいなのは日本人のゴミへの責任感が強いことや理解意識が高いことが原因だと感心していました。横浜の街を散策していると、数人のカメラを持った人が集まっているのを発見しました。その中にはテレビ番組の撮影などで使われる大きなカメラを持った人もいました。ピーターさんは異様な光景に戸惑っていると、ムバフさんが嬉しそうに教えてくれました。ピーター、橋の下を覗いてみな、きっと面白いものが見れるよ。ピーターさんはムバフさんの言うままに橋の下に目を向けました。すると驚きの光景が広がっていたのです。なんと本来は海にいるはずのクラゲが川の中を泳いでいたのです。最初はゴミ袋が流れているだけだと思いましたが、よく見てみるとその正体はクラゲであることがすぐに分かりました。あれは水クラゲって言って、普通は海に生息してる生き物だよ。昔ニュース番組でも取り上げられていたんだけど、雨が降らない日が続いたり、海水が満潮になったり、さまざまな要因が重なり合った時に起こる珍しい光景なんだよ。そして時間が経って海水が干潮になった時に海水と一緒に帰っていくらしいよ。海水と一緒にここまで流れてきたけど、淡水に耐えられずに命を絶つ場合もあるんだ。ムバフさんの話を夢中になって聞いていたピーターさんは川のあることに気づきます。そういえばこの川はとても綺麗だね。こんなに高い橋の上からでもクラゲがはっきりと見えるなんて、川が澄んでいる証拠だね。インドネシアではここまで綺麗な川を見たことがないよ。輝いた目で川を眺めているピーターさんに対してムバフさんは、日本の川について、日本の川はここ以外にも綺麗な場所はたくさんあるよ。日本人はとても美化意識が高く、ゴミを捨てたりしないからそうなんだろうね。小学生は夏休みになると川遊びをしたり釣りをしたりもするんだ。泳いでる魚を見ることもできるから魚が釣れなくても楽しそうだよね。そして私も日本に来た時、水道水を当たり前のようにそのまま飲む人たちに驚いたよ。日本の水道水は評価の基準がとても高いからそのまま飲んでも問題ないんだ。水道水を飲んでもお腹を壊さないことを知ってからは私も飲むようになったよ。P
ピーターさんはこれを聞いて大きな衝撃を受けていました。彼らが日本の水のきれいさに驚いたのはインドネシアの水との大きな違いにあります。インドネシアでは水道水を飲めないことも川が濁っていることも当たり前です。インドネシア西ジャワ州に位置するチタルム川は世界で一番汚い川とも呼ばれています。水面はゴミで埋め尽くされており動物の死骸が流れてくることもあります。日本の川とは大きくかけ離れていることが一目見ただけでわかることでしょう。なぜチタルム川はここまで汚染されてしまったのでしょうか。それにはいくつかの原因があります。一つ目は多くの人が川にゴミを捨て続けていることです。家庭ゴミを普通に川に捨てる人もいるそうで人々の罪の意識が薄れているのでしょう。二つ目は産業廃棄物です。西ジャワの大都市バンドンの近郊には数百を超える繊維工場が立ち並んでおり工場からは鉛や水銀をはじめとする産業排水が流れ出ています。このような原因によってチタルム川は世界で最も汚い川と認定されました。チタルム川の沿岸地域には約500万人の人々が生活していますがチタルム川以外には水源がないことが多いので汚染された水を生活用水として使うしかないのが現状です。汚染用水を使う影響で毎年約5万人が亡くなっているそうです。他にも肌に様々な異常が現れたり作物がうまく育たないこともあるようです。インドネシア政府はこの現状を打破するために様々な計画を立ち上げましたが未だに結果が出ておらず多くの人が苦しみ続けています。ピーターさんの家族もチタルム川の影響を受けてきており体調を崩すことが何度もあったそうです。そのため日本の川のきれいさには感動したことでしょう。さらにインドネシアにも水道はありますが上下水道が未発達なため安全に飲むことはできません。そのため飲み水を確保するためにはペットボトルの水を購入するかウォーターサーバーを設置する必要がありました。日本の川や水道水のきれいさを知ったピーターさんは母国の水事情との違いに驚きを隠せませんでした。するとピーターさんは日本の水がこんなにもきれいなのには何か理由があるのではないかと疑問に思い写真を撮り終えたカメラマンに話しかけ教えてもらいました。日本の川がきれいなのは森がたくさんあるからだと思うよ。日本の土地の約7割は森林で雨が降ると森の柔らかい土によってゆっくりろ過されていくんだ。そうすることでミネラルが豊富できれいな水が完成するんだよ。そしてこのきれいな水が地下水や川の水となっているからこの水から作られる水道水もきれいでおいしいんだ。ムバフさんやカメラマンから日本の水について教えてもらったピーターさんは日本の良さに感動するとともに自国のことを思い悲しい顔を浮かべていました。ムバフさんはピーターさんの表情を見て励ましの言葉をかけてあげました。私も日本に来た当時はインドネシアとの違いに感動したよ。せっかく日本に旅行に来たんだから日本のいいところを見に行こう。私は日本の川がとても好きで日本中の川をインターネットで調べて画像を見て漁るんだ。特に高知県にあるニコフチの綺麗な色が好きなんだ。去年の夏にニコフチに行ったんだけど写真で見るよりもさらに美しかったんだ。そう言うとムバフさんはピーターさんにニコフチの写真を見せました。ピーターさんはこれまで見たことのない宝石のような美しさに心を奪われます。ニコフチは四国を流れる一級河川仁淀川の上流で目にすることができます。仁淀川は全国で一番の水質と評価されることもあります。日本の全国一級河川水質ランキングでは過去10年間で8回も1位を獲得しています。川の美しさから仁淀ブルーと呼ばれて人気を集めています。この名前をつけたのはカメラマンの高橋信幸氏です。彼は海や川を撮り続けている写真家で彼の水の美しさを撮影した作品は多くの人を感動させています。彼も仁淀ブルーの魅力に気づいた一人であり
仁淀ブルーの写真は30年以上撮り続けています。ニコフチのその美しさは古くから存在していました。数十年前まではニコフチには水神の化身とされるオロチが住むとされ、地元の人々は近づかない神聖な場所でした。その後2012年にテレビ番組で仁淀ブルーの名前とともに紹介され、人気スポットになりました。ニコフチは滝壺であるにもかかわらず、そこが見えてしまうほど水が透明です。水の色は時間帯によってブルーやエメラルド色に変化します。最も綺麗な仁淀ブルーになると言われているのは正午前後で、ムバフさんもその時間に合わせて訪れたそうです。私が訪れた時は写真で見たよりも綺麗な輝きを見ることができたよ。キラキラと光る青い水面はまるで宝石を見ているかのようでした。水が綺麗なのは水の流れが速く不純物がたまりにくくなっていたり、水温が低く藻が繁殖しにくいことが原因らしいよ。ピーターさんはムバフさんの話やスマホの画面越しからでも伝わるニコフチの美しさに夢中になっていました。そして仁淀ブルーについてとても楽しそうに話すムバフさんを見て、ピーターさんも自分の目で実物を見てみたくなりました。ピーターさんはそのことをムバフさんに伝えると、ムバフさんは驚いた顔を浮かべていました。まさかピーターがそんなことを言うとは思わなかったよ。ピーターは日本の街で食事やショッピングを楽しみたいのかと思っていたよ。ムバフさんは優しい表情でピーターさんに答えました。そしてピーターさんが以前会った時よりも成長していることを感じ嬉しくなったそうです。実際ピーターさんは山や川などの自然を見るよりも日本の街を観光したいと考えていたそうです。日本で街を観光したいと思っていたにもかかわらず、川の美しさを見たいと思うようになったのは、これまでインドネシアで汚れた水を見てきた彼には日本の川がさらに美しく映ったからでしょう。ムバフさんは自分が日本に初めて来た時とピーターさんの今の心境が同じであることに気づき、ピーターさんの要望に賛成しました。そして二人は目的地をインターネットで調べました。その結果ニコフチよりも近くにある中津渓谷に行くことを決めました。中津渓谷は県立自然公園にも指定されている観光名所です。そして大きな滝や森岩とともに仁淀ブルーを見ることができます。中津渓谷に到着した二人は往復で3キロメートルほどの遊歩道を散策しました。遊歩道は空中回廊になっている場所や渓谷に架けられた橋などスリルを味わえるのも魅力の一つです。二人は壮大な風景に心を躍らせながら先へ進んでいくと、七福神の石像や石柱と呼ばれる高さ7メートルほどの大きな岩を見ることができました。そして遊歩道の奥まで来たところで、調べた時に写真で見ていた雨竜の滝が現れました。二人は写真で見たよりも壮大な滝に圧倒されました。滝は約20メートルほどですが、水の量がとても多く凄まじい勢いで水が流れています。また滝に溜まった水は綺麗な仁淀ブルーの色合いをしています。二人は滝から放たれる水しぶきで衣服が濡れてしまいましたが、滝の壮大さに感動していました。さらに二人は雨竜の滝のさらに上にある竜宮淵にたどり着きました。竜宮淵は滝と木の葉や周辺の岩石が一緒に見れるのが特徴で、神秘的な光景を見ることができます。仁淀ブルーの本当に竜が住んでいそうな雰囲気の池では、興味津々に覗き込んでいました。約1時間ほどの散策でしたが、二人はとても満足している様子でした。ピーターさんは、日本の旅行先として中津渓谷を選んで本当に良かった。日本の街も魅力的だけど、そこでは得られない感動を得ることができた。そして日本の川がこんなに清潔で美しいのは、日本人が自然を大切にしているからだね。私もマナーを守り、美化意識を持っていくことで自然を守っていきたい。今回日本に旅行に来たことは私にとって大きな出会いとなりました、と日本に対して尊敬の言葉を並べました。これに対しムバフさんも納得し、
日本の水道水について話し始めました。日本の水道水はこんなに綺麗な水源から作られているにもかかわらず、水質に対する様々な規定が定められていて、その規定を満たす必要があるんだ。だから日本の水道水がいかに安全かわかるよね。日本人が水道水をそのまま飲むことに抵抗がないことには納得だね。さらには赤ちゃんの粉ミルクを作る際にも水道水が使われるそうなんだ。赤ちゃんが飲める温度まで温めるそうですが、インドネシアでは考えられないよね。現在ではインドネシアでは2025年までにチタルム川の水を飲めるようにすることを目標に掲げており、政府に排水規制をかけるなどの対策で清浄化が進められている。アジアで最も水がきれいな日本からもその手助けとして水の清浄化技術を提供しています。これまでずっとインドネシアで暮らしてきたピーターさんはこの計画を知っていましたが、生まれてからずっと近くで汚染された川を見ていたため、本当にきれいになるのか疑問に思っていました。しかし日本の美しい川を実際に見た彼の疑いはこの短期間で変化しました。彼らは日本の美しい川とそのレベルの高さを目の当たりにし、故郷の川も日本のように美しい川に変化し、家族が苦しめられることがなくなると信じていました。今回の話のように日本の水の安全性や綺麗さに驚く外国人は多いそうです。2021年に国土交通省によって行われた調査によると、世界で水道水をそのまま飲める国はアイスランド、オーストラリア、スウェーデンをはじめとするヨーロッパの10の国々に加えてニュージーランドと日本の12カ国だけでした。アジア圏で選ばれたのは日本だけという結果は誇らしい結果と言えるでしょう。ほとんどの国で水道水をそのまま飲めないのは、水道インフラの整備がされていなかったり、水資源の確保が難しいことが原因だそうです。その中で日本は水資源の確保が容易であることと、水道インフラが整備され高度経済成長期に成長した浄水技術も兼ね備えていることが水準が高い原因でしょう。しかし水の美しさを維持するためには一人一人が美化意識を持つことが大切です。日本という国であっても、産業排水や家庭ゴミが川に流されたらチタルム川のように汚染されてしまうでしょう。日本人は自国の水の価値を再確認し、それを維持するための意識が必要ですね。アメリカから日本へ取材をしに来たとある女性記者。彼女は日本へ訪れた際、驚愕の出来事と遭遇することになります。驚きのあまり彼女はそれを SNS に投稿します。するとその投稿は世界から多くの称賛を集める結果となり、話題を呼びました。彼女はとある事情で日本へと訪れることとなったわけですが、以前は中国にも取材に行ったことがありました。そこで中国の惨状を目にしてからというもの、アジアへの危機感が強くなっていました。しかしこの日本行きはどうしても拒絶することができず、やむなく彼女は日本を訪れます。来日後彼女の考えが180度変わることになるとは誰も予想をしていませんでしたが、さてではその女性記者は一体日本の何に驚愕をしたというのでしょうか。早速その様子を彼女の視点に立って今回はお届けしたいと思います。それでは一緒に見ていきましょう。こんにちは、私の名前はレベッカ。アメリカの公共放送局で報道番組の記者をしているものです。私は主に世界中の様々な人たちの生活や声を特集で放送するための取材を行っています。これまでに私が取材したところはヨーロッパが中心でした。だからヨーロッパへの取材は慣れているのですが、今回は日本に行くように上司に言われたのです。正直に言わせてください。私は当初、日本に行くことがとても嫌でした。それにも理由があります。以前中国に取材に行ってとても嫌な思いをしたことがありました。そのため、同じアジアの国である日本という国にも偏見を持ってしまっていました。中国の取材以来、私はアジアでの取材は極力避けてきていました。
この中国での取材ですが、最悪なものでした。まず最初に取り上げたいのが中国のトイレ事情です。私が中国の空港に降り立って、そこでトイレを使用しようとした時は、そのあまりの汚さと悪臭に衝撃を受けたものです。空港のトイレは水洗トイレではありましたが、便座は座る場所とは思えないほどに汚く、靴で踏まれた跡もあります。便器の周りは濡れてびしょびしょになっていて、とてもひどいありさまでした。備え付けのトイレットペーパーを使いましたが、トイレットペーパーの横にはゴミ箱があります。はじめは何だろうと思っていたのですが、そこから何やら悪臭が。見ると他の人が使ったのであろうトイレットペーパーが山積みになっています。どうやら中国ではトイレットペーパーは流さずにゴミ箱に捨てるようです。中国の経済は大きく急成長していると聞いていました。当然トイレも最新式になっていると思っていた私には本当に衝撃的でした。後で調べてみると、中国のトイレは水圧が弱いのと下水管が細いこと、トイレットペーパーが水溶性ではないということもあって便器には流せないそうです。中国は洗面台もひどかったですね。とにかく当たり一面が濡れていて、手を拭いたであろうティッシュがそこら中に散らかっています。なぜゴミ箱に捨てることができないのかと思っていたら、どうもトイレ内のゴミ箱はきちんと手入れが入っていないらしく、中がパンパンでこれ以上ゴミ箱内に捨てられないありさまでした。中国到着早々、最悪な気分からのスタートでした。その後軽く食事をしようと私は街に出ました。中国の屋台料理として有名な羊肉串を食べようと思ったのですが、そこで相場の10倍も高い金額を要求されました。次の日には観光客に人気の飲食店に入りました。予想通り観光客がたくさん列をなしていましたが、中国人は当たり前のように列を無視して割り込んできます。おかげで私は一気に食べる気がうせてしまいました。そして次は地下鉄。ここでも気分は最悪です。乗車していると中国人はスピーカーフォンで周りを気にすることなく大きな声で通話しています。もちろんここ地下鉄でも列にきちんと並んで乗車するなんてことはありません。人を押しのけ我先にと中国人は電車に乗ろうとします。私は倒されそうになり、地下鉄に乗るのが怖くなったほどです。その翌日、地方の中国人を取材するため私は都市から少し離れた場所へ行きました。すみません、またトイレの話になってしまいます。そこにはニーハオトイレと呼ばれるものがありました。皆さんはニーハオトイレをご存知でしょうか。これはトイレとトイレの間にドアがなく個室になっていないトイレのことです。これは中国の地方のトイレでは当たり前のもので、他の人に見られながら用を足すのです。私には到底考えられないものでしたがね。中国のトイレは昔から住民同士のコミュニティの場として使用されていたと聞きます。その風習が地方だと今なお色濃く残っていて、仕切りがないトイレがたくさんあるのだとか。都市が発展していると言われている中国でも、地方に行けばまだこのような状態なのかと愕然としました。私は恥ずかしさをこらえ、他の人がいない間にささっとニーハオトイレを使ったのでした。こんな調子で上げていけばキリがないですが、とにかく中国での取材体験は最悪な印象のまま終わりました。それからもう二度とアジアには行きたくないと考えていたのです。今回の日本行きを聞いてもその考えはもちろん変わりません。なんならアジアの大国中国がこれほどまでにひどいのですから、隣国の日本はさらに最悪で、まさに後進国帝をなしていると想像していたのです。私の暗い表情から察してか、上司は私にこのような提案をしてくれました。なら、タイラーと一緒に行くならどうだ。彼女なら安心だろう。タイラーは私の同僚の女性で、日本へも取材経験のある記者でした。それならばと、私はようやく日本行きを決意しました。しかし、日本へ立つその当日、タイラーからの電話で私は絶望の淵へと叩き落とされます。なんとタイラーは前日の深夜から高熱を出し、立っているのも辛いほどの状態だというのです。ショックを受けつつも、体調不良ではタイラーを責めるわけにもいきません。彼女を気遣いつつも、しかし同時に私の頭の中は、どうしよう、
という不安に占められていました。そんな気持ちを抱えながら、私は一人で日本へと飛び立ちました。約12時間の移動時間を経て、ようやく日本の空港にたどり着きました。長いフライトを終え、しかしあまり空港などに長居したくないと思って、私はすぐさま空港を出ようと足早に歩き、かけたところであることに気がつきました。空港内が信じられないほどに綺麗なのです。どこを見ても清潔で、汚らしいところなどないようです。気になってトイレに立ち寄ってもみましたが、嫌な匂い一つしません。これには少し安堵しました。まあ、とは言っても長いフライトに疲れ切っていた私はすぐに今日泊まるホテルのチェックをします。そうしてホテルへと向かったのですが、道中で私は上司への到着の連絡をすっかり忘れていたことに気がつきました。そこでバッグからスマホを取り出そうとしたのですが、どれだけ探してもスマホが見当たりません。日本への入国検査をした時には、確かにバッグの中にスマホはありました。じゃあどこでなくしたというのでしょうか。そういえば、さっきベンチでホテルの確認をした時も携帯を使ったことを思い出します。記憶ではその後携帯を触っていませんし、となると私がそのベンチでスマホを置き忘れていた可能性は高いと言えます。こうして、私は急いで元来たルートを引き返して目的のベンチまで流行る気持ちで歩を進めます。しかし、私のスマホは見当たりませんでした。異国の地でスマホをなくしてしまう。今朝のタイラーからの連絡以上の絶望感でした。仕事で使う大事なメモも入っていたのに、私は途方に暮れて頭を抱えていました。その時、誰かがゆっくりと近づいてきたのです。その人は、どうしましたか？何かありましたか？と英語で私に話しかけました。顔を上げてそちらを振り向くと、私に声をかけてきたのはアジア人でした。私は少し警戒しながら彼を見つめると、その人は少し焦りながら弁明の言葉を続けました。どうも彼は私が必死の表情で、しかも小走りで移動して、その後何やら絶望していたために、気になって声をかけてきたというのです。私は少しやけっぱちな思いで、彼に事情を話してみることにしました。すでに散々なトラブルに見舞われたところです。これ以上何があるというのでしょうか。事情を聞いた彼は、私にこんな提案をしました。落とし物センターを訪ねてみましょう。もしかしたらスマホが届けられているかもしれません。しかし、これに私は懐疑的でした。なくして、元あった場所からも姿を消しているのです。それがどうして届けられているというのか。ですがこのままではただ立ち往生するだけです。私はほとんど頭が真っ白なまま、彼について行って落とし物センターへと向かいました。私は男性に、スマホの柄や機種、そしてどんな状況でなくしたかなどを話して間接的にセンターのスタッフに伝えてもらいました。すると空港スタッフは、届いていましたよ、というのです。私はびっくりして目をまん丸にしていたと思います。スタッフの方が持ってきてくれたスマホは確かに私のものでした。私はほっとして、思わず涙を流しかけたほどです。こうして、落とし物の本人確認やサインなどを済ませ、ようやくスマホが返却されました。ふと、私をここまで連れてきてくれた男性を探すと、彼の姿がないことにようやく気がつきました。どこに行ったのだろうと思っていると、その様子を見てセンターのスタッフが言いました。彼はあなたがここで手続きをしている間に、じゃあ、あとはよろしくお願いします、と言って帰られましたよ。またもや驚きに包まれます。自分の時間を割いてまで私の話を聞き、落とし物センターまで連れてきてくれたのに、それを恩にも着せず何事もなかったかのように彼は帰っていったのです。日本人はなんて優しいのだろうと思いました。それに、スマホが無事にこうやって落とし物センターに届けられていたのだって、日本人の国民性を表していることでしょう。もしかすると、私が今まで日本に対して抱いていた悪いイメージは間違っているのかもしれない。私の中で、そのような反省が芽生え始めていました。その後、私は当初の予定通りホテルに向かうため電車を利用しようと駅へと向かいます。そこで、私はまたこの日本という国に驚かされるのでした。駅のホームの、
なんと綺麗なことか。先ほどの空港もそうでしたが、ここもまた清潔さが一目でわかるようでした。アメリカのホームではこうはいきません。ゴミと汚物でひどく汚れています。だから私はアメリカの電車に乗るたびに不快な気持ちになっていました。でも、日本の駅のホームは全く不快ではなく、むしろ快適な場所でした。それに、日本人は電車が来るまで乗車口できちんと並んで待っています。電車に乗る時も、降りる人を待ってから乗客は電車に乗っていたのです。また、中には私が大きなキャリーバッグを持っていると見るや、先にどうぞと、ジェスチャーで示して譲ってくれた日本人もいました。また、その人は私が電車にバッグを乗せるのをサポートしてもくれました。日本人は困っている人がいたらすぐに助けてくれる。そしてそんな優しさを持ち合わせた人がとても多い国。日本はチップの文化もないと聞いています。だというのに、助けた側の人の方が笑顔でまるで優しさが伝播していくような、気持ちのいい循環が起こっていました。これぞ性のスパイラルです。また、電車内では上部が開いたバッグを抱えた女性が座席で寝ていたり、バッグを軽く肩にかけたまま、本を読んでいる女性の姿もありました。それでも車内で事件が起こることはありません。これはアメリカでは考えられないことです。自身の手荷物はしっかり自分で警戒しておかないとすぐに中身や手荷物そのものを盗まれてしまいますし、多くの人が密室の中で過ごす空間ではとにかく注意を欠かしては危険なのです。しかし、日本ではその警戒は必要ないのでしょう。本当に日本は治安のいい国なんだなと思いました。目的の駅に着き、私はその日はそのままホテルでゆっくり過ごしました。さて、次の日取材をしに遠出をするため、私は高速バスに乗り込みます。なぜ日本の高速バスはあんなにも最高に乗り心地なのでしょうか。まるで飛行機のビジネスクラスにでも乗ったかのようでした。それに、電車と同じように嫌な匂いもしませんし、そこら辺にゴミが落ちているということもありません。日本はどこへ行っても清潔なんですね。そしてそれがきっと当たり前のものなのです。そんな状況がこの日本では形成されているのです。また、その国のインフラは道を見ると一目瞭然だというのは常識です。そして日本は、ここでもまた格の違いを私に見せつけてくれました。道路は完全に舗装されていて、ある程度都市部から離れてみてもそれは変わることなく、バスは異常な揺れなどないまま進んでくれました。また、日本の街中ではマナーの良さも見て取れました。日本ではお互いに譲り合うという感覚が身についているドライバーが多いようですね。合流地点の渋滞では、合流する車を1台おきに合流させたり、高速道路で合流しようとしている。車があれば追い越し車線へ変更して、その車を本線に合流しやすくさせてあげたりと、周囲のことを互い互いに考えた運転をしていました。アメリカなら、周囲より自分という考え方です。平気で鼻先をかすめるような割り込みをしたり、2車線以上も飛び越して車線変更だってします。走行中には頻繁にクラクションを鳴らしますし、自分の走行を邪魔されれば煽り運転も平気でします。あまりにひどい時はわざとぶつけてくる人だっています。しかし、日本の道路はとても静かで、歩行者もドライバーも信号をしっかりと守っています。日本人のモラルの高さがわかる光景の連続に私は本当に感心しっぱなしでした。目的地に着き、高速バスを降ります。そこから取材したい場所まで歩いていこうとスマホで調べていたのですが、不慣れな土地ということもあって、どうやって行けばいいのかわからずにいました。すると、通りかかった日本の学生だと思われる女性が声をかけてくれました。彼女はまだ拙いものの、英語で私に一生懸命に意思疎通を図ろうとしてくれました。私がスマホで地図アプリを表示し、目的地を見せると彼女は、ここ、わかります。みたいな反応を示しました。彼女はスマホの翻訳アプリを起動させ、日本語で話した後画面を私に見せてくれます。ここなら知っています。私もちょうどそっち方面に行くので。一緒にどうですか？歩いて10分ほどです。こうして、彼女は私に同行してくれることになりました。本当に、日本に着いてからというもの、他人からの優しさを受け続けるばかりです。聞けば、彼女はまだ16歳。学生で、
今は一生懸命に英語を学んでいるのだとか。お話できてよかったです。日本での時間を楽しんでください。そう言って親切な彼女と別れました。日本での取材を目的としたこの旅は本当に一瞬の出来事でした。しかし振り返ればいろいろなことが目まぐるしく記憶によみがえるのですから不思議なものです。私がこれまで日本に抱いていたイメージは本当にただの偏見によるものでした。私はこの感動を伝えたくて SNS でこの出来事を発信してみることにしました。すると驚くほど多くの人から反響がありました。それだけ日本を愛する人が他にもたくさんこの世界にいるということですよね。ここでは一部をご紹介しましょう。日本は新幹線でもバスでも乗客が心地よくいられるように設計しているよね。それも日本人の相手を思いやる気持ちから来ているのかな。日本は大人から子供まで交通ルールをちゃんと守っているから交通事故が少ないんだろう。日本に旅行に行った時、空港についてまず思ったのが平和だなってこと。日本人は話し方が穏やかだし、とても落ち着いている。電車でもバスでも周りに迷惑をかけないようにしている。これが平和ってことなんだと思ったよ。いかがでしたでしょうか。今回はレベッカの日本での経験を通じて、日本に対し彼女が多くの感動を覚えたことと、その全てが私たち日本人にとって当たり前のように享受していることばかりだと分かりました。この当たり前のことが世界では多くの人から称賛されているのですね。私たちはこの日本が世界に誇る文化を、人間性をしっかりと理解して、さらに後世へとつないでいくことが求められているのだと思います。いつまでも世界に誇れる日本であれるように。生まれる国を私たちは間違えた。皆さん、日本といえば何を思い浮かべますか。寿司、アニメ、相撲などいろいろ思い浮かぶことがあると思います。今回はアメリカから初来日した夫婦が日本のある光景を目にして震えるほどの衝撃を受けたお話です。早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。今回日本を訪れ衝撃体験をしたのはジョーンズ夫婦です。ジョーンズ夫婦にはある共通点がありました。それは日本の文化、特にアニメが好きなことです。ジョンとメアリーは若い頃別々の国で生まれ育ちました。ジョンはアメリカの片田舎で野心的な若者として生きてきました。一方のメアリーはイギリスの小さな村で夢見る少女として青春を謳歌していました。運命は二人を異なる場所で育てましたが、両者は共通の欲求を抱えていました。それは限られた環境から抜け出し世界を広げることでした。そして彼らの運命は日本という国で交差することになりました。ジョンは大学時代日本の文化に興味を持ち日本語を学び始めました。一方メアリーは学生時代日本のアニメや漫画に夢中になり日本に留学する夢を抱いていました。ある日彼らは偶然同じ日本語教室で出会いました。ジョンはメアリーの熱意に感銘を受け彼女と仲良くなることを決意しました。そして日本のアニメが二人の間に新たな絆を築くきっかけとなりました。彼らは日本のアニメに夢中になり一緒に日本のアニメを視聴することで心を通わせていきました。アニメの世界は彼らに新たな冒険と希望を与え、二人は共に未来を開いていくことを誓い合いました。日本のアニメの大ファンになった二人はいつか日本を訪れようと常々話していました。そして新型コロナウイルスが下火になってきた今日、ジョーンズ夫婦は憧れていた日本への旅行を決意しました。道端で偶然見かけたあるものが彼らの価値観を壊すほどの衝撃を与えました。果たしてアメリカ人夫婦が目撃した日本の驚きの光景とは一体何だったのでしょう。外国人夫婦であるジョーンズ夫妻が初めて訪れた日本の東京都練馬区は日本のアニメ文化の発祥地として知られています。この地域では日本で最初に作られた劇場用カラー長編アニメーション白蛇伝や
30分連続テレビアニメで有名な鉄腕アトムが制作されました。区内には約100社ものアニメ関連会社があり、日本有数のアニメ産業の拠点となっています。ジョーンズ夫妻は東映アニメーションミュージアムを訪れるため、最寄りの大泉学園駅で電車を降りました。駅前の広場には有名なアニメキャラクターたちの等身大ブロンズ像が並んでおり、二人のテンションが一気に上がります。ジョンさんは鉄腕アトムの像を嬉しそうに眺め、メアリーさんはラムの像に近づき、まるでアニメの世界から飛び出してきたみたいにリアルねと笑顔で声を上げました。そして二人はキャラクターたちの像の横で記念撮影を楽しんだ後、東映アニメーションミュージアムに向かいました。東映アニメーションミュージアムに到着した二人は夢のような時間を過ごしました。館内には制作資料の展示や企画コーナー、そしてミュージアムショップが併設されており、見どころ満載でした。東映アニメーションミュージアムを堪能した後、二人はお腹が空いていたのでお目当ての飲食店に向かうことにしました。ジョーンズ夫婦は大の日本アニメーション好きで、練馬が舞台になったアニメ作品に登場する飲食店を事前に調べていました。二人はそのお店で東映アニメーションミュージアムの感想や登場するアニメ作品の話などを楽しみながら料理を味わいました。お腹が満たされた後、二人はのんびり街を散策することにしました。都内とは思えないほど畑が多く、どこかのどかな街並みを楽しんでいました。その時、ジョーンズ夫婦は面白いものを見つけました。木材をつなげて作った棚に簡易的な屋根がついた小屋のようなものがあり、その中には大根やじゃがいも、ほうれん草、人参などさまざまな野菜が並べられていました。野菜は一つ一つ丁寧に陳列され、値段が記載された紙が貼ってありました。その様子から、ここに置かれている野菜たちが売り物であることはジョーンズ夫婦にも理解できました。メアリーさんは驚き、これは何？こんなに美味しそうな食べ物が道端に置かれているなんて、と言いました。しかし肝心の販売員の姿が見当たりませんでした。商品が置いてあるにもかかわらず店員が不在なのはどういうことなのだろうと、ジョーンズ夫婦は戸惑いました。こんなに人目につくように商品だけを置いておくなんて変ね。色つやの良い野菜たちを見ながら、メアリーさんは眉を潜めました。これほど品質の良さそうな野菜なら誰かに盗まれてしまうだろうと懸念したのです。ジョンさんはそんな妻の肩をポンと軽く叩き、明るい声で言いました。きっと店員はちょっとした用事で席を外しているだけだろう。すぐに戻ってくるさ。ジョンさんはこの時、本当に店員が用事で店を離れただけで、すぐに戻ってくるだろうと思っていました。しかし、予想は外れました。しばらく経っても店員は戻ってきませんでした。ジョーンズ夫婦は、だんだん不安になってきました。もしかしたら店員は仕事を放棄して帰ってしまったのかもしれない。それとも何かに巻き込まれてしまったのか。ジョーンズ夫婦は頭の中でさまざまなことを考えました。この状況を見過ごすこともできず、二人は警察を呼ぶべきか真剣に悩み始めました。その時、一人の日本人男性が小屋に近づいてきました。その初老の日本人男性の姿を見た時、ジョーンズ夫婦はほっと胸をなで下ろしました。店員が戻ってきたと思ったからです。しかしその男性は小屋の前で立ち止まり、陳列されている野菜を一つずつ丁寧に眺め始めました。その様子から、どうやら男性は店員ではなく買い物に来た客なのだとジョーンズ夫婦は気がつきました。店員がいないのに彼はどうするつもりなのだろうと、ジョーンズ夫婦は少し緊張しながら男性の動作をじっと見守りました。やがて男性は野菜をいくつか選び、当然のように手にしていたバッグに野菜を入れ始めました。ジョーンズ夫婦は日本に訪れて新たな文化に感動していましたが、しかし道端で見た光景に彼らの心は揺らぎました。男性のこの行為にジョーンズ夫婦は愕然としました。他人が見ている中、こんなに堂々と泥棒する人がいるなんて信じられなかったのです。この時、治安が良くて安全な国という日本のイメージがガラガラと音を立てて崩れていったそうです。それほど日本文化に憧れを持っていた二人のショックは相当大きなものだったのです。悲しい気持ちになりながらも、
男性の行為を見かねたジョンさんは注意をしようとしました。しかし、男性はここで予想外の行動を取ります。男性はズボンのポケットから小銭を取り出し、先ほどバッグの中に入れた野菜の金額を確かめました。それから、確かめた金額分のお金を陳列棚の横に置かれた木箱に入れたのです。え、どういうこと？野菜を盗んだその男性はそのまま立ち去るつもりじゃないの？と思っていたメアリーさんは男性の一連の動作に驚き、思わずつぶやきます。ジョンさんも同様に驚きたまりかねて、ついに男性に声をかけました。あなたは今何をしたのですか？と話しかけました。突然の質問に男性は驚いた様子を見せ、そして自分に投げかけられた質問の意図がわからず、怪訝な表情を浮かべます。何って、野菜を買っただけだが、と男性は答えました。その男性の言葉に、でもここには店員がいないですよね、とジョンさんは思わず戸惑いを口に出してしまいました。以前から日本語を勉強していたおかげで、ジョーンズ夫婦の日本語はとても流暢でした。日本語で会話ができることに安堵した様子の男性は落ち着きを取り戻し口を開きました。ああ、ここは店員がいない無人販売所というお店なんだよ。店員がいないお店というワードにジョーンズ夫婦は目を丸くします。すると男性はジョーンズ夫婦の素直な反応に思わず笑みをこぼしました。そして無人販売所のことを明かしてくれたのです。無人販売所に置いてある商品は家で採れた作物を売り手が放置した状態のまま値段を明示して陳列していること、買いたい人は自由に商品を選び自分で計算した代金を備え付けの料金箱に入れて持ち帰ること、売り手はその日の終わりに料金箱に入れられたお金を回収していること、分かりやすく丁寧に無人販売所のシステムを教えてくれる男性にジョーンズ夫婦もすっかり打ち解けました。男性は無人販売所によく買い物に来るのだと言います。何と言っても安くて新鮮だし、日替わりで商品が変わる目新しさもあるから楽しいんだよ、と無人販売所の魅力を語る男性の言葉にジョーンズ夫婦も興味津々でうなずきます。しかし周囲には防犯カメラもなく誰も店を見張っていませんでした。ジョーンズ夫婦はこの無人状態で店として成り立つのはどうしてなのか疑問に思いました。しかしその疑問は商品を盗む人がいないのかという不安につながりました。自分たちの国で同じような無人販売をした場合、商品や金が盗まれてしまう可能性が高いと考えました。でもここではどうして盗みがないんだろう、とジョーンズ夫婦は不思議に思いながら店にいた男性に率直な質問を投げかけました。しかし男性はポカンと口を開け、そして笑い出しました。ジョーンズ夫婦は男性の不審な態度に戸惑いましたが、男性が笑った後にここでは誰も盗まないさと言い切りました。理由を尋ねると男性は優しい口調で教えてくれました。日本では悪いことをすると罰が当たるという言い伝えがあるんだよ。それと神様が見ているから悪いことはしてはいけないという教育もあるんだ、と男性は説明しました。ジョーンズ夫婦はこの日本独特の言い伝えと教育に驚きましたが、それがなぜ日本の無人販売所で盗みがない理由なのか理解できませんでした。男性は日本人はその教えを守っているからさ、無人販売所で盗むなんて発想にも至らないほどだよ、と笑顔で語り、ジョーンズ夫婦はその言葉に納得しつつもまだ懐疑的な気持ちを抱いていました。しかしこれ以上男性を引き止めるのも悪いと思い、これまで話を聞かせてくれたお礼を丁寧に述べました。ジョーンズ夫婦は日本の無人販売所の前で立ち尽くしました。この時二人は男性が口にしていたお天道様が見ているというフレーズを反芻していました。そうして二人の旅の無事を祈る言葉を口にした男性は立ち去りました。男性の背中を見送っていたジョンさんはふと空を見上げ、男性の話していたことが嘘ではないと思いたい一方で、それだけでは万引きの抑止力になるとは到底思えませんでした。それはメアリーさんも同じ思いでした。そんな中、小さな男の子を連れたお母さんが無人販売所に近づいてきました。どうやらそのお母さんも野菜を買うつもりのようです。
陳列されている野菜を楽しそうに眺めた後、お母さんはほうれん草とじゃがいもを手に取り、選んだ野菜の合計金額を男の子と一緒に計算し始めました。2つの野菜の合計金額はちょうど200円です。お母さんはバッグから財布を出して100円玉を2枚取り、それを男の子に渡しました。そしてお金を料金箱に入れるように促します。男の子は素直に料金箱にお金を入れようとして不安そうにその手を止めました。するとお母さんもジョーンズ夫婦も男の子を不思議そうに見つめます。男の子は言いました。お店の人がいないのにお金を払うの？ジョーンズ夫婦はドキッとしました。小さな子供の言うことなのできっと深い意味はないのでしょう。しかしお母さんが子供に同意をしてお金を払わずに商品だけを持って行ったとしたら、ジョーンズ夫婦は固唾を飲んで親子の一挙一動を見守ります。すると男の子は言いました。誰も見ていないならバレないんじゃないかな。そんな男の子にお母さんは首を横に振ってみせました。そして空を指さしてこう言ったのです。神様がちゃんと見ているのよ。ジョーンズ夫婦は思わず顔を見合わせました。先ほど男性が話していたことが実際に自分たちの目の前で繰り広げられたからです。こういうのは教育の賜物としか言いようがない、見習うべき模範的な姿だな、とジョンさんはそんな感想を抱きました。男の子はお母さんの言葉に納得した様子を見せると、今度は迷うことなく握っていたお金をチリンチリンと料金箱の中へ入れました。その音を聞きながら、ジョーンズ夫婦はなぜ日本では無人状態でも店として成立できるのか、やっと理解することができました。日本は世界でも稀を見ないほど民度が高いため、無人状態でも商品を盗まれる心配がないからこそ無人販売所が成り立つのです。ジョーンズ夫婦は日本人だからこそ正しく機能する無人販売所のシステムに対して改めて深い尊敬の気持ちを抱きました。そして日本は世界各国の中でも治安が良く安全な国なのだということを心から実感しました。この小さな無人販売所が日本の文化や人々の心の豊かさを象徴しているように感じられたのです。その後も彼らは旅の中で何度も同じような出会いを経験し、無人販売所が持つ温かい雰囲気と地元の人々の心の豊かさに触れ、日本旅行が彼らの心に残る特別なものとなったのでした。日本に来て本当に良かったと思いました、とジョーンズ夫婦は日本人の規律やマナーを守る意識の高さ、そして誠実な心に感動しました。二人は日本の文化と精神性に魅了されました。日本人の心を保とうとする精神性と彼らの文化には誰もが魅了されてしまうと思います。無人販売所は古くから日本各地に存在し、農産物以外にも刺身やラムネなど地域によってその品揃えは様々です。そこには利益を上げるためというよりも余った野菜などを皆にシェアしたいという食品ロスの精神も存在しています。ロッカー型のボックスケースや冷蔵の自動販売機を使って販売する方法もありますが、基本的にはセキュリティ対策が施されていないことが多いようです。つまり無人販売は性善説的な信頼関係がなくては成り立ちません。悪いことをすれば罰が当たる、お天道様が見ているから悪いことをしてはいけないという戒めが根付いている日本人だからこそ、無人販売所が今日まで各地で続けられていると言っても過言ではありません。無人販売所は日本の治安の良さを象徴する存在の一つになっていると言えるでしょう。日本人のように誠実で善良な人間が存在するという事実は世界にとって希望です。流行り病の感染拡大以降、お店に人を配置せず自動販売機などを設置し商品を販売する無人販売ビジネスの需要が日本全国で高まりました。対面で商品を購入できることや気軽に24時間販売購入ができる利便性が時代のニーズにマッチしたためです。冷凍技術が発達し、餃子をはじめスイーツなどより一層多様な商品が無人販売されるケースが増えました。しかし、無人販売ビジネスが急速に普及した根本には、やはり日本の治安の良さが存在しています。実際、世界的に見ても、日本ほど外に自動販売機が設置されている国はほとんどありません。
諸外国で自動販売機などを設置していると盗難や破壊行為のリスクが大きいのです。例えば不正に商品を取得するための盗難や若者や不良グループによる破壊行為が問題です。実際犯罪統計によると自動販売機の盗難や破壊行為は頻繁に報告されています。そのため自動販売機を設置する場所やセキュリティ対策には十分な注意が必要です。しかしこれらの対策には追加の費用やリソースが必要で経済的負担が大きくなることがあります。その結果治安の悪い地域や犯罪率が高い国では自動販売機が普及しづらい状況にあります。やはり治安が良く誠実な国民性である日本だからこそ無人販売は成り立つのです。時代や社会情勢が変わっても日本が世界に誇れる民度の高さや治安の良さはこの先も変わらずに保ち続けていきたいですね。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。